高浜町でこのほど地域公共交通会議が開かれ、6月から町内の2地区で試験的に導入される低速電気自動車の運行などについて話し合われました。この日の会議には町内の交通事業者や関係者、それに住民の代表者など合わせておよそ30人が出席しました。はじめに高浜町の西島副町長が挨拶しました。公共交通におきましては、まちづくりの根幹となります部分、またネットワークとしての外の広がりというようなところがありますので、非常に重要な部分として政策的にしっかりやっていきたいというふうに思います。今年度2回目となる会議では、グリーンスローモビリティの導入について話し合われました。グリーンスローモビリティとは、時速20キロ未満で公道を走行可能な4人乗り以上の電気自動車を活用した公共交通です。会議では6月から試験的に運行される高浜地区と和田地区の2地区それぞれの運行ルートの案が説明されました。このうち高浜地区では、 JR 若狭高浜駅を発着点に病院やスーパーなどを巡るルートが、和田地区では若狭和田海水浴場や和田公民館などを巡るルートが提案されました。6月7月は高浜地区で実証実験を行います。平日休日はそれぞれのルートでということです。で、8月になりますとグリスロ車両2台を和田地区に移しまして、平日休日1ルートずつやると。33ページを高浜町では、生活の移動手段として予約乗り合い式オンデマンドバス、赤フンバスを運行していますが、町内在住の人しか活用できないなどの課題を抱えています。そこで町では、観光客も利用できて定時運行する電気自動車の実証実験を計画。運行管理を行う団体として高浜町商工会、若狭高浜観光協会、シルバー人材センターが共同で、一般社団法人二次交通推進町中活性化協議会を設立しました。グリーンスローモビリティっていうのは、簡単に言うと、街中をゴルフカートが走ると。電気自動車になりますので、環境に優しいというところ、あと、スローということで、20キロまでしか出ませんので、歩いてる方とも会話しながら周遊できるということで、町内の方々にとっては、非常に楽しい乗り物になりますし、また観光客の方にとっては、それに乗ること自体が目的になるということで、観光振興にもつながるのではないかなと期待しています。グリーンスローモビリティが走ることによって、地域の活性化とかですね、徒歩の保管とか、そういったところを保管、きめ細かく保管していく、そういうふうな交通形態に変わっていったらいいかなと考えてます。これからの実証実験をしていきますので、ただ今までこう先進視察をですね、させていただいて、これは非常にこれからのスロースタイルというかにとって非常にマッチしていくんじゃないかなと。それから高齢者がこれからどんどん増えてきますので、そのために安心して移動できる手段として非常にいいんではないかなと思っております。会議では、運転手の指導や停留所の位置などについての質疑応答が行われ、6月の導入に向けた準備が進められていました。